まずは地元1号艇の峰竜太、 SG5 冠です。今年は V6。 今日の前半の7レースは3コースからスタート、少し出たところ思い切って握ってまくり切りました。赤坂俊介選手の優勝モーター41号機です。2号艇の寺田翔、こちらは SG2 冠、今年は V4、 そして8レース同様に3コースからまくって勝っています。3号艇の片岡正弘、3コース今年は V4 です。前半の6レースは道中逆転の3着、引っ張って4号艇の丸野和樹、前半3レースは3コースまくりから3着、唐津66周年の覇者です。5号艇の森永純、4レース逃げました。6号艇の石橋は前半2レース2コースからの差しが決まっています。進入はインコースから1番、2番、3番、4番、5番、6番です。スタートしました第12レースの記者選抜戦です。1号艇そしてアウトの方がわずかに好スタート、一周1マークは1号艇の宮井龍太がインから回っていく。3号艇の片岡のまくりです。2号艇はちょっと波に沈んで、4号艇の丸野が差し、さらには6号艇の石橋ですが、先頭は陰線からぐーんと伸ばしていきます。1号艇の宮井龍太スタートは前提先勝でした。1号艇の峰が先頭、そしてまくった3号艇の片岡2番手、3番手は2号艇3 5号艇です。一周2マークは1号艇の峰、2番手は3号艇の片岡が回って、2号艇の寺田翔が3番手振り切りながらその足で2番手に対して迫ってきます。2号艇の寺田翔が二手陣と迫りながらレースは2周目に入っています。2周1マーク1号艇の峰が先頭、そして2番手ですが2号艇が先に回りました。それを見て冷静に3号艇の片岡、差しハンドルで2番手をキープ。二停止後ろでまだ食い下がっていく2号艇の寺田翔、3番手上位の体型は1番、3番、2番です。三停止後ろで5号艇の森永純、5番手が6号艇の石橋道友、最後方に4号艇の丸野和樹。2周2マーク1号艇の峰、そして後方ではアクシデントが発生してしまいました。アクシデント発生です。先頭は1号艇の峰、そして3号艇の片岡2番手、3番手に6号艇の石橋となりました。3番手は変わりました、6号艇の石橋です。レースは最終周回です。今最後のバック136で迎えました。136で最後のバックストレッチに入っています。アクシデントですが2号艇の寺田翔が転覆失格となってしまいました。2号艇の寺田翔が転覆失格です。136の後ろは4号艇の丸野、最後方に5号艇の森永純です。最終コーナー1号艇、3号艇、6号艇と折り返し、記者選抜戦の第12レースまもなくゴールを迎えます。先頭1番ゴールイン、3番ゴールイン、6番ゴールイン。